ルペルランはフランスペードラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。県内におけるルペルランの位置ルペルランはロワール川の南岸に位置しており、南都の中心部から 20km の距離にある。コミューンの面積は 15km にわたって川沿いに伸びている。INSEE がまとめた順位表によると、ルペルランは南都都市圏の一部である都市型コミューンである。 ルペルランは歴史的にペードレに属している。ルペルランの名はラテン語のペレグリナムから来ている。実際に中世の村はサンティアゴでコンポステーラの巡礼路上にある伝統的な巡礼の交差路だった。そこは確かにロワール川を渡る交差点の一つだった。ガロゴでの地名はレペレリンという。今日でも車と乗客を対岸のクエロンに運ぶフェリーが接番する。 川を渡る巡礼者がいた町の記憶は、現在もコミューンの紋章に描かれているホタテの貝殻に忍ばれる。この貝殻は、サンティアゴ巡礼の象徴である。10世紀、漁夫の小屋がまばらに立つだけだった。この地は、ロワールカリ部ブにおけるバイキングの飛び地に含まれていた。11世紀には、ルペルランに招集動員があったことが証明されている。町の起源というべき場所は、 大まかに言うと、レルミニエフ島に相当するが、そこは数軒の漁夫の住宅があったに過ぎない。11世紀、南都市境、キリアックは、ルペルランの教会を、トゥーレーヌにある、マルムーティエ修道院に与えた。この時代は開墾の時代で、奥地の開発が行われ、農場が増えていった。中世から現代を通じて、ルペルランは、漁港と並行して、造船活動が発展していた。 フランス革命時代、ポール・ブリュティスと呼ばれていた町は、共和国軍と王統派軍の激しい衝突が起きた地であった。1976年から1979年に、かけ、ルペルランは、時には暴力的な多くのデモ行動が起きた。町の東側に、フランス電力の原子力発電所建設計画が持ち上がり、反対活動が起きたのである。計画は、 フロセノカルネ地区に場所を変えたため、1983年に白紙にされた。ここでも導入は見送られ、1997年に計画は正式に放棄された。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。